ある過去が別の過去を変えるか。ならばそれがしの過去に戻れぬだろうか。馬体殿の救援に向かう途上で見たもの、あれこそ甲冑殿を救う鍵となるやもしれん。なあ、俺たちに勝ち目はあるのかな。いくら味方が増えてもあの蛇相手じゃ。俺だって同じ気持ちだけどよ、今は前だけ見て一緒に頑張ろうぜ。よう、今日はどうするんだ。また来てくれよ。これは驚いた。本当に時を超えるとはね。これなら何度戦に負けても怖くない。ところで官兵衛殿、俺たちの他に味方の戦力をご存知かな。官兵衛が言うにはあと2軍が動いている。今は芝将が上田城に戻っているようだ。小田原城救援のため妖魔軍の注意を引く作戦だと聞いている。中は医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし、誠実に戦い抜いた果てに、しかし甲冑の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する宝徳の脳裏にふとある記憶がよみがえった。それは医療へと援軍に向かう途中、手取り川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、あるいは確信にも似たひらめきを得た宝徳は一軍を率いて時を渡った。やはりそれがしの記憶の通りであった。この地には妖魔軍の兵器が集められている。これならば医療へ運搬可能な兵器も見つかり申そう。そうか、閉ざされた扉を兵器で破壊できれば。しかりさすれば必ずや甲冑殿を救えよ。
気象払いたて祭りました。誕生出番だね。払い立て祭りました。お待ちかね、フーダム。対岸からの攻撃か。踊れ姑息な誕生ボール。あの兵器なら医療まで運べよ。しかしここより対岸へ渡るのは東尾に回り込むしかありません。よし今だ、一気に打ち込め。
閉ざされたか。何か突破する方法を見つければ。各砦にも兵器が隠されています。東砦にも役立つ兵器があるのだ。
当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将払い立て祭りました。敵将を撃ち取ったよ。私にも武装の力は。メス。
敵将払い立て祭りました。ついに投石者の我らの手に。ああ、これで甲虫殿を助けられる。皆様のお力があればこそ。投石者は医療に向けて進発いたした。甲虫殿を救い出す準備は整ったかと。ならば再び医療での戦いに臨もう。今一度過去を変えるのだ。大したものだ。